今の東京の街ね、これ自体が江戸時代をそのままこう引きずってるっていうかね、まずこう中心に皇居、昔の江戸城あるでしょ、江戸城があって、その周りに結局その頃は武士が住んでた。今はちょうどその辺が官庁街というかな、霞が関だとかね、ああいう官庁街、その外側がね、今度は問屋ですね、神田だとか日本橋だとか、あの辺はいろんなこう全国のいろんなものを集めて、でまた全国に発送すると、そういうその業務をしてたところ、その周りで、その周りにちょうどこの台東区の位置するこのその当時だと下谷だとか浅草だとかね、そういうところでこんなもの作りがいたんです。これ今使ってるこういう道具、これですね、これは投げ玉というんですけどね、これは樫の木でできた。でこういう樫の木なんかもね、この辺には昔第八車ね、そういうものを作ってた人がいて、そういうところにこういうのを作ってもらった。でそういうその我々の職人が使うその道具、そういうのを作る人がやっぱりいて、我々もこういう仕事ができるわけですね。でこういうそういうその職人さんがいないとね、他にはいないんですよ。このやっぱりその台東にはそういう職人さんが多い。例えばもうヤスリ、職人さんいろんなもの削ったりなんかするよくヤスリ使うんだけど、ヤスリばっかりを作る人だとか、それから物をこう引き立てるために飾り金具、飾り金具だけを作る人。そして慶長5年、関ヶ原の戦いの後、慶長8年、家康が征夷大将軍となり天下を手中に収めると、日比谷入り江や不忍池をはじめとする大規模な干拓と、結構そういうその需要があるということで江戸に出てきた人が結構多いんですよね。でそのままそれをまあ、伝えてるっていうのが多いんだけど、特に指物なんかでいうと、山形県の酒田で、こちらの方でやっぱりその船大工だとかね、それからその船に積むタンスだとか、そういうものを作ってる人が向こうの方で育てて、でそれがだんだんこう、江戸へ出てきて、でその江戸指物 の、 その発祥というか、だから半分近くは酒田の方の人、あとはそのもう一つその大事な材料である桑、この桑の取れるのは三宅島なんですよ。でそのそっちの方からの出身者、そういう人がなってるとか、それから彫金鍛金でいうと水戸藩のその何て言うんだろうな、御用商人っていうかね、そこの専属でやってた職人がそういうものが解体されて、何かそういう仕事があるんじゃないかということで東京へ出てきたのが今伝わってるということ。それからあとは土着のもの、例えばこういうそのすだれみたいなものはその当時も周りに例えば小松菜を作るだとか、それから三河島菜だとか、そういうナッパのその霜よけ、そういうところで吉酢を作ってた、そういうところと、それから一般のこの武士の生活だとか、それから町人の生活の中で日よけとして入れる、そういうすだれの用途、それでその京都の方から流れてきたとか、
そういうことが多いんですね。日本中にいろいろ伝統工芸があるんですけど、東京の伝統工芸品っていうのは材料がないんですよ。材木、木ですね。そういうものはみんなその当時ですから船です。船なんですよ。で船で小名木川ってなんですよ。小名木川をこう遡って高橋の方から隅田川へ入って、で隅田川からずっとこう上ってきて、それで今で言うと今戸だとか、あの辺に竹屋だとか竹屋の渡しとかあるでしょ。そういうような場所ですね。そういうところに竹菓子、竹の材料をたくさん持ってくるとか、それから材木なんかもたくさんそういう船で運んでね、陸路じゃなくて大きなものはほとんど水路ですね。でその他のものはいろんな交換とかね、そういうことで随分江戸には入ってきたらしいですよね。やはりなんて言うんだろう、大名だとかそういう人たちの身の回りを飾るようなものっていうのはどうしても何かの形でこうやっぱりこう供給しなきゃなんない。が便利だとか、こういうふうにした方が使いやすいだとか丈夫だとか、そういうことを考えながらこう生活の中でこうだんだん育まれてこう育ってきたわけです。で使う人が多いということは、こういう手作りっていうのは大量生産じゃないでしょ。それからその頃やはり、個の生活ですよね。個人個人の生活がある程度こう個性が強い生活だから、
その人に合わせたものをこう作ると、いろんなスタイル、いろんな、まあ要するにデザインですね、それを考えなきゃならないということで、デザインが豊富っていうのはまず東京の職人のその特徴ですね。それとただ丈夫でいうよりも、丈夫でなお格好がいいと、こういうことをやっぱり常に考えながらやったと思うんですよね。そっちの方でできたものと東京のものと比べると、向こうの方の職人さんのはちょっとやっぱ骨が太いんですよ。材料が太い材料です。で、東京の場合はもうちょっとこの華奢にね、やっぱりかっこよく、そういうのを結構意識して作ってるんですよ。かなりその辺が違いますね。それとあとこうなんていうんだろう、さっぱりとした、どっちかというと作り方がね、ゴテゴテしてないんですよ。で、東京のすだれの場合はちょっと上下が空いてて、でこうすだれが揺れることによってその涼しさを感じるとかね。それとやはりおせっかい焼きだし、自分のことを考えないで常に相手のことを考える、そういうあれがあったんだと思うんですよね。だから人のことを考えて先回りして、この方が使いやすい、この方が便利だ、この方が長い、江戸時代から、まあ、今日のこういうね平成の世の中になっても、相変わらずその江戸っていうのを引きずってんですよね。